リコラブ大特訓中。さあというわけで始まりましたイコラブ大特訓中。ちょっと電気が明るいんで私意味ないんですけども、こちら今日はいつもと違う空気で行いたいと思います。なんか後ろが怖い、なんか揺れてるんだけど。楽しいですね、本当に非常に楽しい時間でございますけど、今日はですね、いつもとちょっと趣向を変えましてですね、ちょっとみんなでお盆ということもありまして、昨日も冷やそうじゃないかということでね、ちょっといつもと形違うんですけど、まあ、その前に、まあ、いつものようなオープニングトークもしたいなと思うんですけれどもね。さあじゃあまずですね、皆さん、まあ、前回も言ってきましたけども、あの TIFF、はい、TIFF っていうのやってたんでしょ。はい、うん、どうだったん TIFF は。楽しかったです。じゃあ焼けた。焼けてないじゃん。焼けてないじゃん、真っ白じゃんよ。焼けましたよ絶対。もう靴下跡とかあります。あ、まあ、そういうところは多少だよね。日焼け、ちょ、うるさいからお前マジで。本当にそういうふざけてる人本当あるよ。ってくるよ。本番前からずっとふざけてんだよ。今日はそういう空気じゃないっつってんのに。なんで？あるよ。スタジオは本当にいるんだから。やだ、揺れてるのかやだ。なんかいるよなんか。まあ、普段は揺れてないけど今日はやっぱ揺れても今日叱るべきでしょ。見えますか？全く見えないの。ワンチャン見たいぐらい。逆に今日ワンチャンの使い方やだ。ワンチャン見たい。お会いしたい。俺夢があるのよ。やっぱり一度はお会いしたいっていう夢があるの。43年間誰にもお会いしたことないわけ、幽霊さんにね。そうなんですか。幽霊さんにお会いしたことないのに、その中43年目にして初めて現れる幽霊さんに聞きたいのよ。なんでって。何をですか。今まで誰も来なかったの。今まで誰も俺に見られたいと思って誰も来なかったのに、なぜあなただけは自分を選んでくれたんですかって聞いてみたいの。さすが。いっぱいいるんだよ幽霊さんって。多分ね、俺も分かんないけど見たことないから。幽霊さんたちいっぱいいるのに今まで誰も来なかったんだ俺。これからも来ない可能性ある。そんな中唯一来てくれた人大事にしたい。でお話ししたい。ファンの人みたいな。で何かしらこうか、会話をして何かしらしてあげたいのよ。やっぱり成仏できなかったんだろうし、何かね無念があっていらっしゃるのであれば何かしてあげたいってことだ。そうだから皆さんもそういう気構えで今日はたとえ来たとしても、ね、今日このメンバー、今日メンバー何人、11人か11人いる中で、あれ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。えぇ、ー、ねもうバレるだけだ今日すごいよ。いいじゃん、怖がらせる企画なんだもんよ。みんなでそういうの見たいんだよな。高松違います。高松なんかだってテンション全開。一番ガチで本当に怖がってるんですよ。なんで怖いのね。怖いね。なんで怖いの。怖いからです。幽霊さんがさ、みんな悪いとかって言ったらそんな分かんないじゃん。悪いですよ。悪いかどうかそれは分かんないよ。本当に私本当に無理なんですよ本当に。例えば自分がね、例えば何かで命を落とすようなことがあったとするとするじゃん。それであと、あれ幽霊じゃないってことに気づいたとするじゃん自分が。いやそしたらさ、誰かにいたずらしてやろうとか思う。何言ってるか分かんない。なんで分かんないの。そんなに難しいこと言った。そんなに難しいこと言ったかな。自分が何かで命を落としたとして幽霊になっちゃったとするじゃん、はい、分かんないよ幽霊になれるかどうか高松がね、はいはい、なっちゃったとして誰かにこう言って悪さしてやろうとかって思う。思う。思うのかよ。悪いやつだなお前は。まあだからね、たとえ今日万が一出たとしてもね、悪い人かどうか分かりませんから。なんで穴とかから出てくるの。大変じゃん幽霊さんだって穴から出てきたりとかすんの。さあということで TIFF の話どうしたよそんで。確かに。TIFF の話とかどうなったの。なんか舞台裏のエピソードだって見てる人は聞きたいんだから。だって会場に来られた方だっているんでしょ。だどこでじゃあどこでやったんですか。ゼップでしょ。ゼップの上、ね、屋上とか臭いステージとか。すごいお客さんでしょ。ゼップなんて1000とか1500とかでしょ、はい、どうだったの。そういうところの感想トークまず聞きたいのよ。みんな肝そぞろ。肝そぞろ分かんないの。分かんない。分かんない。集中してないってことよ。ああじゃねえんだよ。どうだったのそれ。イベントやってみてファンの皆さんにもありがとうございましたとかって言わないと、来てる人たちのこと見てくれてコメントもまたくださってるわけですよ。ありがとう
皆さんどうでした？どうでしたか？今回のメンバーのライブはいかがだったでしょうか？いかがでした？ね、そういうコメントもね、ぜひ載っけてほしいですよね。さあ、じゃあということで早速始めていきましょうか。皆さん集中してないからね。さあ、先ほども言いましたけどもですね、本日は8月13日ですね、お盆真っ最中ということで、はい、暑い夏を吹き飛ばせスペシャルと題しまして、はい、肝を冷やす企画を行いたいと思います、はい、じゃあ企画に行く前にみんなで暑い夏を吹き飛ばせ、これちょっと大きい声で言っとこう。やだ、何で、なんで、何で、何で、何も怖くないじゃん。暑い夏を吹き飛ばせって言うだけだよ。これから夏来たらどうすんだよ毎回。いくよ、暑い夏を吹き飛ばせね。はい、今ご覧の皆さんも一緒に声かけていただきたいと思います。いくよ、せーの、暑い夏を吹き飛ばせ。ちゃんとやってくれってマジで。ない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 、ほんとない、そこまでお金かけたくない。ドーンとかやりたくない。みんなにお金を配ってあげたい、そうだったらギャラとして。じゃあ参りましょう。じゃあまず最初の企画はこちらでございます。最初の企画はイコラブゾッとするトークマスター決定戦。さあ、このコーナーはですね、心がひんやりする企画でございます。これまでのトークマスター決定戦、スクーパンター決定戦などメンバー一人ずつとっておきのトークを披露してもらう企画やってきましたが、今回はですね、皆さんにゾッとするトーク、これをですね、披露していただきたいと思います。まあ、これだけ来たらね、それぞれ何かしら幽霊じゃなかったにしてもゾッとするような経験っていうのはね、あると思います、はい、そしてですね、今回はですね、事前に皆さんにですね、一応アンケートとして、今まで生きてきた中で一番ゾッとした話、これはちょっと教えてくださいということでアンケート出しましたね、はい、皆さん書いてくれましたか？はい、はい、さあ、という中でですね、皆さん今日はですね、全員にゾッとした話をしていただきたいなと思います、はい、さあ、それでは早速参りましょう。最初のトーク、誰からいきますか？はい、お、渚ちゃんからいきます。気をつけてね、トップバッター。何ですか？トップバッター気をつけてね。なんでですか？いや、だってこういう話してんだって。なになになに、照明で赤くなってだけ。この前本当にあの、私メンバーと4人で、うん、ののといおりと私と、ちょっと待って、もう話す気よ。はなちゃんでお化け屋敷行ったんですよ。どこ？その時あの、あるお化け屋敷行ったんですけど、なんかはなちゃん何もまだ出てないのにギャビギャビめっちゃ騒いでて、もうなんか、ねえやめて。でもそうやってこう気持ちとして寄り添っちゃう人にさ、寄り添ってくるとかって言うよ。マジで。いや、でもなんか怖がらせないために叫んでるんです。うん、あ、自分は？それにビビっちゃう。それにビビっちゃう、キャーキャー言ってると。じゃあ渚。はい。渚から行くね。はい。はい、じゃあ渚ちゃんにはこのペンライト渡しますから。照明が下になりますから。はい。下から照らしておいて。さあ、それでは渚のトーク参りましょう。どうぞ。それでは私のゾッとする話です。これは私のお姉ちゃんが2歳の時に体験したお話です。あの、家族旅行に、私はまだ生まれてないんですけど、あの、家族旅行に行った時の話なんですけど、あの、家族でお父さんとお母さんとお姉ちゃんで寝ようってなったらしくて、でそれで寝てる時に姉ちゃんがいつもはすぐに寝つけるんですけど、なかなか寝つけなくて、でお母さんが寝なさいって言っても全然寝ようとしないんですね。でそしたら姉ちゃんが急にこんなことを言ったんです。ママの前にずっと白い帽子かぶった女の人がずっといるのって。でお母さんが見たんですけど何もいなくて、でもずっとお姉ちゃんがいるのいるのいるのってずっと言ってて、なんとかその日は寝かしつけたらしいんですけど、次の日電話がかかってきて、その電話の内容が、昨日の夜お姉ちゃんがいるのって言ってた時間に お母さんのおばあちゃんが亡くなってしまったそうなんです。でそれでお母さんとそのお母さんのおばあちゃんはすごく仲が良かったそうなので、きっと最後にお母さんの元に来たんじゃないかなっていうお話です。以上、私の本当にあった怖い話でした。そうなんだ。そうなんですよ、うん、すごい
ゾッとしました、その話を聞いた時。でも本当に おばあさん亡くなられたんですか。そうなんですよ。へえ。しかもその時刻に。あ、そう、はい、偶然いるのって。そういう知らせってあるって言うもんね、何かしらね。なんで帽子かぶってきたのかちょっと外昼間の間に移動されてきたのかな、分かんないけど。そういうか外か。夏それ多分夏だった。夏ハワイだったんで。あ、ハワイ。日差しが、ハワイ日差しが強かったっていうのはあったのかもしれないね。それはマジで。ね、どうでした。すごいなんかもうこの話聞いてなんかしんみりしちゃった。なんか意外になんかいい話だなって思いました。そうだよね、はい、うん、心温まるまではいかないけど、ああ本当に2人はこうやってね、うん、いい信頼関係でいたんだな、ね、おばあさんとっていう話だよね、はい、でも話で聞いたらやっぱちょっとでも怖いね。ちょっと怖い。渚ちゃんはその時もう生まれてたの。あ、生まれてないです。あ、生まれてないんだ。多分お腹の中にいたんですよその時に。 あ、そうなんだ、はい、あ、そうね、はい、いや、そういう不思議な経験っていうのはやっぱりありますね、うん、さあちょっと皆さんからもいっぱいコメントが来てるんだけど、ちょっとここからちょっと見えないんだよね。ひとみん、ひとみんやばそう。やばそう。ちょっとあのね、ひとみちゃんの照明がちょっと近すぎてさ、この下から顎だけ真っ白の人みたいになっちゃった。もうちょっとこうみんな離してこう正面から当てるようにだけしようか。バランスよく。すいませんちょっと。顎だけピカピカになっちゃったからね。はい、さあということでございまして、ね、まずトップバッターの渚の話でございました。さあじゃあ続いてまいりましょう。続いては誰がいきますか。はい。あゆみちゃん。はい。さあ行きましょう。じゃあこれペンライト渡しておきますね。はい、わかりました。自信ある？自信あります。嘘。あ、自信ある。はい。はい、さあそれではエミリちゃんのお話まいりましょう。どうぞ。それでは私のとっておきのゾッとするお話です。これは母から聞いた話です。私には103歳まで生きたひいおじいちゃんがいました。今からお話しするのはそのひいおじいちゃんのお話です。亡くなる前はすごく可愛がってくれていたおじいちゃんなんですけど、そんなひいおじいちゃんが旅立った後、ひいおじいちゃんが寝ていたベッドのあった部屋のカーペットに毎日謎の水たまりができていたそうです。雨漏りもしてないし、水もこぼしてないし、水たまりができるなんてありえないのにです。なんで笑うの。ありえないって言わなかった。触ってみると確かに濡れていて別に匂いもなかったそうです。その後にカーペットを処分してからは水たまりができなくなったそうなんですけど、母とおばあちゃんはもしかしたらこの水たまりはもっとみんなと一緒に生きていたかったひいおじいちゃんの涙ではないかと話していました。以上、私の本当にあったゾッとした話でした。これはエミリちゃんまだ生まれる前？いや、生まれてました。生まれてた。はい、すごい可愛がってもらってたので。あ、はい、その時にはエミリちゃんはそこにはいなかったんだ。そうですね、その時はビジョビジョ見てないのじゃ。見てないですね。あ、そうなんだ、はい、でも言ってたんだ。はい、へ、でもその間際までアイス普通に食べてたみたいで、うん、103歳なのにすごくないですか。すごい。知覚過敏とかなかったのか。近く過敏で。まあ、どうなんだろう。ふざけてないです。ふざけてるね。もしかしたらもう歯なかったかもしれないよ。その時は。103歳だったら。確かに。ね、入れ歯してましたね。入れ歯でしょ、うん。うん。だったかもしれない。だから大丈夫、近く過敏に関しては。近く過敏気になる？え、気になりますよ。この話の中で。びしょびしょの方が気になるの？どっちかっつったら。そうですね。ふざけてるよね。自分の番もあるんだからね。はい。エミちゃん、一回こんなこともありえねえって言わなかった。なんか信じちゃいましたね。違う、自分で、自分のトークの中で、はい、ね、こんなことありえないって、急に口悪くならなかった、なんか。あ、なんか笑ってなかったですか。え、ありえねえって言ってました。おじいちゃんの喋り方になっちゃったんだよね。やばい、乗り移ったのかもしれない。おじいちゃんが憑依して。本当にそういう記憶はないです。ない。いや、でもコメントでも出てたよ、ありえねえって言って。言ってない。いや、私そんな言葉遣いしない。いや、俺もエミリちゃん普段しねえのに
急に裏の顔出てきたなと思って。待って、本当にこれはちょっと待って、乗り移ってるかもしれない。いや、何かがあるのかもしれません。こういう企画やってる中でございますから気をつけてくださいね。じゃあペンライトの方を。ペンライトあるかもしれない。じゃあ続きまして参りましょう。いちいち怖がらなくてもいいから、何にもないんだから。顔やばかったよ、ひとみちゃん。守るだけ100回ぐらいすごい。今状況理解できないんだ。さあ、じゃあ続いて参りましょう。続いてはどなたですか。はい、大丈夫。山本キャプテン。はい、キャップ。はい、だから大丈夫。大丈夫じゃない。涙もう涙じゃん。どの辺で今の、なんか体当たりが怖かった。二次災害。怖い話というよりも驚きすぎちゃったんだ。はい、ああそうかそうか。いや大丈夫だよ。大丈夫です。はい、大丈夫です。大丈夫、幽霊が守ってくれるから大丈夫です。そうだよ、守護霊っていうのだっているんだよ。だって今まで亡くなった人たちがあなたを守ってくれるっていう人たちいるんだよ。はい、そうでしょ。はい、大丈夫だよ、心配しないで大丈夫。はい、はい、じゃあキャップ行こう。はいはいはい、キャップ。眩しかった。さあ、それではキャプテンのトークです、どうぞ。それでは、私の本当にあったゾッとする怖い話をしたいと思います。私がお話しするのは最近あったお話です。イコラブに入ってからのお話です。まず、私の家にはよくメンバーが泊まりに来ます。その日に来たのはひとみとさなといおりの3人が私の家に泊まりに来ました。それで私は12時ぐらいに寝ちゃったんですけど、その3人はなぜか夜中の5時ぐらい、うん、朝方か、朝方ぐらいまで起きてたみたいなんです。で、3人ですごくずっとお話ししてたんだよねみたいなんですけど、それで私が普通に朝7時に起きた時は3人がリビングでマグロのように列になって倒れて寝てたんです。で、あ、でも今起こすとあれだから私はそのままもう一度眠りにつきました。それで私がもう一度次に起きたのが8時9時あたりでした。パッと目が覚めて隣を見たら誰か人間が寝ていました。えっ？と思って見たらそれは高松ひとみでした。人のベッドに勝手に潜り込んでました。ゾッとしました。これが私の本当にあった怖いゾッとする話です。いやー、ちょっとホッとしたわ。ちょっとホッとしたです。いやー、ありがとう、ありがとう。ちょっと高松、あれ高松、はい、どうなってんのよこの話。いや、なんかなんだろう、私その3人で寝てたんですけど、リビングが寒すぎて、うん、あのアンナの寝室に行ったんですよ、うん、でもアンナ寝てるから起こさないようにって思って、うんうん、もう本当に5分ぐらいかけて、うん、あの入って、でそれでうまく、うん、なんか侵入に成功して、うん、でも気づかれちゃったかなって思ってたんですけど、うん、朝起きたらえって言われて、うん、なんか気づかれてなかったんだよね。で、知らない人がベッドにいると思ったら人見だったからまだ安心したんですけど、なんか一瞬は本当に怖かったです。そう、でも生身の人間がやっぱ一番怖いよね。急に後ろから自転車で通りすがられた時とか怖くない？怖い、ね、ね、私人がポケットに手入れて歩いてるのを見るとめっちゃ怖いです。なんか出てきそうって思って。わかる、わかる。めっちゃ怖いです。パッて出して。あ、そうよね、それはあるよね、はい、怖いわね。よくあるもんね、そういうベッドの下にとかさ、ね、やめてください、今日ベッドの下 見ないけど。毎日見るとこじゃないじゃん。クローゼット開けたらとかさ、ねえ、そういうのあるじゃん、屋上にとかさ、屋根裏部屋にとか。怖い。あるでしょ。やだ。あるでしょ。ベッドの下、ベッド引き出しです。引き出し開けたら枕入ってます。枕の上に。枕2個入ってます。嘘、枕の間に。いいね、こういうちょっとホッとする話も一つはいいね。ちょっとまあゾッとはするけどね。幽霊とか信じんの？いや、いないと思いますけどね。嘘、全く。いますか？いや、わかんない。
でも見たこともないからけどなんか怖い否定もできないなと思って俺は信じるいるよいるけどいるけどなんか見たことないからそうだねイコラブ見える子いなくないえでもイオリが霊感強いちょっとあれ強いそうそう今日それがちょっと怖かったよねイオリが今日ちょっと体調不良であそうだよねそうなんですよだから本当にガチの話しすぎるんですよあの子はそうそうだからう、うん、もう話すなって神様がね言ってだから、ねうん、なんか体調不良になっちゃったのかなってあそうなのかな絶対そうですその話聞いた時マジで怖くてもうなんか心配になっちゃって、うん、震えが止まらないですでもベッドの上で見ててくれてるかもしれないよ見てるうんベッドの下見てみたらいいよ やめろ怖がらせんのただでさえ体調不良なんだ見れるわけねえだろそんな状態でさあじゃあ続いてまいりましょう続いて誰ですかはいオーバーはいじゃあ行こういきます、はい、それでは大場さんのお話ですあ、ごめんなさい失礼しますライトはいいや怖いさあ行きましょうどうしよう喋ってる時に何か出てきたらどうぞはい私が最近あったゾッとする話をさせていただきますはいはい私ですねツイッターにすごい可愛らしい写真を結構アイドルさんってよく載せるじゃないですか、うん、でそれで私もその自分があこれいい感じに盛れたなって思った写真を2枚載せてツイッターに投稿したんですよ、うん、でそれで投稿した時にすごいファンの方からあすごいこの写真いいね可愛いねってすごいたくさん反応が返ってきたんですけど、うん、でその写真をもう一回見返してた時にちょっと自分の背後に人影が映ってて何だろうって思って拡大したら指原さんだったんですよ、うん、でその指原さんって気づいた時に指原さんから LINE が来たんです、うん、なんでこの写真載せんのっていう LINE が来たんですよでそれで私はもうすっごいもう今までの一番恐怖を感じて怖い怖いもう指原さん怖いどうしよう私こんな写真載せちゃって本当にごめんなさいって思った瞬間パッと目が覚めて夢でした夢かい以上私のゾッとする話でしたちょっとお笑い芸人の怖い話みたいになっちゃったですか夢落ちって勘弁してよ本当だったんですよ本当にあったんですよこの話いやいや本当だった夢でしょだってそれは夢ですけど本当にあった夢なんです、うん、でそんな指原さんって結構怖いのいや俺はあんまり分かんないんだけど怖いイメージあんまりないじゃないなんか SNS の写真に対してなんか厳しいのかなってなんか結構見られてるって言われてるんですよ、うんうんうん、指原さんに見てるよって言っていただいてるので、うん普段そんなに個別で LINE することはないので、うん、急にいきなり指原さんから来たって思って何だろうって思ったら、うん、すっごいブチ切れてる LINE が来たのでめっちゃ怖いって思ってどんな写真だったのそれ普通に可愛い写真ですでしょ、はい、ちょっと別にこうなんかいじりたかったんじゃない何載せてんだよみたいなことでいやでも本当絵文字とか何もなしんで、うん、なんで載せんのって嘘来てその一言だけが来て、うんで、なんて返したの？怖すぎて何も返せん。まあ、ていうか夢だけどね、これ掘り下げてるけど夢だからね、これはい、そんなことがありました夢の話ということでございます、はい、まあ、あるよね、夢と現実とこう分かんなくなっちゃう時ってあるもんね、うん、ありますね夢で怖いことあって、夢の中で怖いことあって俺もちっちゃい頃よかったんだけど、パッて目覚めんじゃんでパッて目覚めたら、例えば誰かに追いかけられたとかね、で、パッて覚めるじゃんで覚めたら目の前にその人いんの本当に嫌だうわーってなってパッてまた目が覚めるんだよその目が覚めるパターンの夢パターン本当に怖い2回夢パターン本当に怖いですよ怖いんだよまさ夢そうなんかあるじゃんいつも見る同じ夢とかないあります私、うんうん、なんかファンの方に追いかけられる夢見るんですよ、うん、あそうなのいいじゃんファンの人に追いかけられるんだろでも結構人気あるんだなんかそういうあーさなちゃんって感じなんですよ、うんガチガチだからすごいみんな思ってくれてるのかなっていう思いが届いてるそういうふうに思ってます、はい、さあということでございます夢の話でございますね、はい、さあじゃあ続いては誰でしょうかはい落ちます落とし島とか怖い話とかあんのありますよあできんだそういうのできますリサでも霊感あるよ
あるの？わかんないです。なんかでも見たことあるの？あります。見たな、その話する？今から。します。あ、そうだよね。はい、ごめんなさい。さあ、それでは参りましょう。怖い。トークでございます。どうぞ。では、私のとっておきのゾッとするお話をします。これは最近あったお話です。と、私のお家に帰るまでに3つの曲がり角があります。その2つ目の角を曲がるときに毎回小さい女の子の影が見えます。それでメンバーとたまに一緒に帰ることがあって、帰った時にメンバーに聞いても見えないよ、何言ってるのって言われます。でも私にはずっと見えるんです、その小さい女の子の影が。そしてその女の子の影の近くの電柱に、この事故を目撃した人は交番にお知らせくださいという紙が貼られていました。その子、女の子は亡くなったんじゃないかなと私は思います。私は霊感があるのでしょうか。以上、本当にあった私のゾッとしたお話でした。え、今でも見えんの？え、でもいなくなりました。なんか、うん、見えなくなりました、その子。嘘？見え、本当です。何かあったのかな、その子に。え、でも、なんだろう、本当に小さい、小学校1年生とか5年生、5年生じゃない、違う、小学校1年生とか5歳とか4歳とか、うん、なんかそんぐらいのちっちゃい女の子の影がこう縦に見えるの、それともこう足元にこう影になって出てきてる。いや、普通にいる、ぼんやりこうやって見える。あ、そう、それです。怖い、怖い。いや、あるんじゃない、じゃあ。っていうか、何かやっぱ訴えてたんだと思うんだよ、落とし前に。でもなんかその、だからお前がすげえボーっとしてるからさ、いやこいつじゃねえなんてなっちゃったんじゃない一回角変えなきゃな、これみたいな。でも毎回その角なんですよ、絶対に。いっぱい曲がり角あるのにそこにだけいるみたいな、うん、なんかでもさ、そこにだけいるってなると、そこだけなんか背景上そういう風な影がこう見えちゃうようなシチュエーションなんじゃない、もしかしたら。あ、何かの影、照明とかさ、とかっていう、もうそれじゃないと。自分の影なんじゃない、もしかして。いや、いや、私ではない。ないよね、だって小学校1年生とか、ね、そうね、ちっちゃいから。他に見たことあるの、今まで。他、え、でもなんかこう、なんだろう、トイレとかはよくなんか感じることあります、ね、本当に嫌だ。え、なんか、ね、行けなくなる。どんな感じ、どんな、私の、何も感じたことないから。わかんないんですよ、私のなんか目が変なのか、うん、なんかこう、いつもなんかたまたまこう見たらなんかヒュンみたいな。え、何が、え、ほんと、なんか前から、前からあるんですよ、なんか白い、なんかその、なんだろう、オーブだ。そうです、抜け殻みたいな。抜け殻、抜け殻え、抜け殻、え、セミセミの話じゃない山盛りやろ、お前。え、なんか何かのこう、抜け殻みたいのがスッとこう、見えるんだ。いや、それやっぱ水、な、言ってたもんな、お前もな、水があるところやばいとかって言って。あ、そうなんですよ、うん、だから水とか暗いところっていうなんか条件が結構合うと出やすいっていう。だからお風呂場が危ない、夜のお風呂場が危ないっていう。じゃあいつお風呂入ればいいの。だからでも明るくすれば大丈夫なんだから。暗い、でもさ、暗かったら見えないじゃん、幽霊さん。だから停電とか起きた時、なんか今日雷もあったし、うん、停電とか。いや違う、単純に電気がついてる時に幽霊さんも出てきてくんないと、こっちが確認できなくない。いや、でも分かるじゃないですか、気配。はい、それ俺さ、本当わかんないんだよね。気づいてほしいから出てくんだよね、幽霊さんって、はい、なのに暗いシチュエーションで出てきたら気づかないじゃん、はい、明るいうちがいいよね、朝ね、朝、そう、朝食終わった後ぐらいの一番こう目覚めた時とかに来てくれれば、完全にこっちの勘違いじゃなくているんだっていう認識が持てるじゃん。でも本当寝る前のさ、うとうとしてる時にトイレに行ったりとかに出られても、夢かなとかちょっと信じられなくなっちゃうね、ぼんやり。だ、それ幽霊さんにちょっと一つお伝えしておきたい。午前中がいいね。さあ、じゃあ続いてまいりましょう。さあ、続いてはどなた。はい、佐竹。はい、どんちゃん、はい、はい、さあ、それではのんちゃんの話まいりましょう。はい、
とっておきのゾッとする話をしたいと思います。おい、事前に言っておくのですが、この話にはオチがありません。まず私の実家の自分の部屋にはクローゼットがあるんですけど、私の部屋によく妹が滞在してることが多くて、なんか妹はいつもそのクローゼットからノックの音が聞こえるっていつも言われて、でも私は一度も聞いたことがなくて、でも気になっていつも夜中とかにいるかなって思って開けるんですけど全くいなくて、でもなんか幽霊探知機のおもちゃとかでこうクローゼットの方に向けると必ずピカピカ光るので、多分私のその部屋の底には絶対にお化けがいるんだろうなって思っていて、はい、以上私のゾッとする、嘘だろお前怖い話です。どの辺でゾッとするやんの今の話。ゾッとしません？ゾッとできなかったよ。え、でもいるんですよ私のクローゼットに。本当？多分幽霊探知機は何それ。なんかあの昔こうピコピコ、なんか幽霊がいる方にこうやるとピコピコ鳴るみたいな、アプリじゃなくてなんかガチャガチャのおもちゃみたいなのがあって、なんか他のところにやってもなんないのにクローゼットにやると必ずなるんですよ。本当？本当です。あと妹は本当に霊感がある。そんなに成功のやつガチャガチャで売ってんの？え、でもみんな買いましょうそれ。ねえ、本当にいて、でもなんか私全然なんか意外とお化けに強いというか、だからなんかいるって思ってても普通になんか夜中まで普通に起きてなんか逆に見ちゃうっていうか、そのクローゼットを気になってこう見つめちゃうんですよ。うんうんうん、でもいないから見えないな。じゃあ結構肝試しとか行っても全然大丈夫なタイプ？多分なんかお化け屋敷一緒に行ったんですけど、なんか自分お化け屋敷に今まであんま入ったことがなくて、多分怖がって無理だろうなって思ったら意外と余裕で、なんか勇敢に立ち向かいました、お化けに。立ち向かい、戦いに行ってるわけじゃないから、あそこは別に戦いの場じゃないから。なんか私たちが、いおりとさんつんと私とのんので行ったんですけど、その3人、のんの以外の3人がめちゃめちゃビビってたんですよ、そしたらのんのがそれに呆れてもう行くよって言って、なんか一人でスタスタミッションも私がクリアします。へえ、そう気になるんですね、幽霊探知機。でも本当にガチャガチャとかなりっぱなしじゃないのかな、入ってる状態の時。確かに。ね、なんかあのなんかプラスチックがこう刺さってるじゃないですか、それを引いて電源が入るタイプなので、一応幽霊さんもそう、電源が入らないとそうです、探知できないっていう。で幽霊さんちょっとそういうちょっとあるよね、ちょっとした不備ね、ちょっとある、あそうなんだみたいな、さっきも言ってたけどお塩弱いのに海の中にいるやつどうなってんだよみたいな、ねえ、そういうのいろいろあるの、ちょっと謎がね、謎ですね。あ、これこれ間違えた、はい、さあということでございまして、じゃあ続いてまいりましょうか。続いては誰？はい、竹垣。はい、私が行きます。はい、参りましょう。ライトをいただいてもいいですか？そうですね。竹垣17歳、はい、怖い話参りましょう、どうぞ。それでは私のとっておきのゾッとする話をしたいと思います。私の家ではクリスマスになると毎年サンタさんがやってきます。でもそのサンタさんはとても優しくて、手紙に書いてある欲しいものを必ずプレゼントしてくれます。しかし私は奇妙なことに気づいたんです。ある日、あるクリスマスの年に家族全員で上の部屋にいました。すると下の部屋からドンという音がして、気になってその年は何か倒れたのかなと思って気になって下の部屋を見に行きました。すると寝室にプレゼントが置いてありました。しかしそれがそれから毎年そのことが同じ普通のことのようにありました、幼い私は嬉しいと思っていました。しかし大きくなってよく考えてみると、その物音は誰が出してプレゼントは誰が置いたのか未だに分かっていません。え、以上私の本当にあったゾッとする話でした。まあでも普通で考えりゃさ、まあ、ご両親じゃないかな。でも家族全員で上の部屋にいたんですよ。だよね。寝静まった後は親戚の人じゃん。
とかもう誰か本当に今でも分からなくて、下の部屋でドンって音がするのが毎年のようにあったから、もうクリスマスの日はドンってしたら下に行くみたいな感じだったんですけど、だから信じてたんですけど、サンタさんをね、はい、サンタさんが来たなと、はい、だけどよく考えてみたら誰なんだろうって。へえ、何もらったの？あのその時は動物の森の DS のカセットでした。かわいい、かわいい。大きいものじゃない。多分足音とか。かかってくれたんだ。はい。優しい人だね。はい、本当に優しかったんですけど。足長おじさんかな、じゃあ。サンタさんも忙しいだろうから、もしかしたら。はい、焦って。2年連続？はい、2年も3年も。2年も3年も。はい。素晴らしい、いい人だね、でもね。それが万が一幽霊だったらそれはいいよね。プレゼントくれる幽霊、そう、毎年欲しいもん書いといてさ、はい、うん、靴下に入れとけば、はい、すごくなんか今となってはすごく怖いです。本当、はい、まあまあそうだよね、誰だか分かんないんだったら、はい、聞いてこな、お父さんに。絶対教えてくれないですよ。じゃあ知ってんの？なんか分からないです。お父さんなんか知ってんじゃん。お父さん分かんないです。ちょっと聞いてみようじゃん、はい、ちょっとね、なんかここが痛くなってきました。え？ここ。なんで？わかんないです。え、そこが痛いの？うん、え、やばい。え、そこになんか捕まってみるの？え、だからここが痛い。やめて。うん、そう。なんで？大丈夫？今日もマジ一人で無理です。お部屋で寝るとか。だから本当に無理なんですって。私で来るよ、そういう風に怖がってる人のところに。マジで一回本当解放しないと。どうやって解放したらいいんですか？じゃあいいですか？じゃあお会いしましょうよって言って今晩お時間作ってくださいよ。こっちから誘うぐらいお時間作るんで、この時間どうですかっつって。あ、分かりました。ね、例えばまあ21時から22時の間お待ちしてますって、はい、そこで来なかったら来ないよ。向こうが悪いんだし。でも午前中に誘いますじゃん。あ、午前中ね。うん、それがいいんじゃない、やっぱり。そうしたらもう寝ぼけてないし、はっきり分かるから。誘える？ちゃんと。頑張ります。でガチで来てどうすんの？だからマジでここが痛いんですって。なんで？本当に塩に刺せば。お清めの塩があるからさ。え、マジで、お清めの。マジで痛い。なんで？分からないです。指先が痛いって結構糖尿病じゃない？痛風とか糖尿病の症状だよ、それは。分からない、もう怖い、やだ。気をつけましょう、本当に。まだ続きますから、はい、ね。さあ、じゃあもう、あ、次、あ、もう一回大場。はい、大場行くの？はい、大場さん行きます。大丈夫？大丈夫です。また夢落ちじゃねえだろ。違います。今度はあのちゃんとの、ちゃんとのってなんだ、怖い話。本当にあったやつね。はい、あ、ライトをいただいてももちろんです。よろしいですか？喋れるか、普段。はい、ライトの位置だけ気をつけてね、モニターに。はい、はい、さあ、それでは参りましょう。どうぞ。では、私のゾッとするお話をさせていただきます。はい、ある夜のこと、家族で夕飯を食べていたんですね。で、それで夕飯食べてる時にテレビつけるじゃないですか。で、テレビをぼーっとビーってつけて、まあ、ご飯を食べてたんですよ。で、もぐもぐ美味しいなとか思いながら食べていたら、ふと頭の中に高校の時の知り合いの人の声が聞こえて、オーバーって呼ばれたんですよ。で、あ、この声、あれ、高校生の時友達だったあの子の声かなって思った瞬間、テレビのニュースからその友達が事件に巻き込まれていたっていう話です。え、以上、私のドッとする話でした。え、何の事件、何の事件に巻き込まれたの？ある事件に。嘘？秘密で。秘密ですか？いや、まあまあリアルな話だからあんまり言えないこともあるんだろうね。はい。え、本当に？はい、すごい。で、ツイッターでその時、うん、えって思って調べたら、うん、そのニュースがすごいたくさん出てきて、うんうんうん、でそれで怖くなって、怖かったです。いや、めっちゃ鳥肌立った。鳥肌立つよね。
そういうの。その子は大丈夫なの？とりあえずは大丈夫は大丈夫なの？秘密で。怖い。やだ。ちょっとこの話がガチすぎてどこまで話していいのか分かんなくて、うん、まあまあね。それでちょっと控えめに。なぎさちゃん聞いてた？聞いてた？聞いてなかったでしょ今。聞いてましたよ。目つぶったじゃん。え、もう怖すぎて、あの音楽がめっちゃ怖いんですよ。眠くなっちゃったんですよ。みたいな。すっごい怖いですよねあれ。怖いよね。いろんな種類があるからね。気をつけよう。ちょっと怖いです、はい。もうすぐだから。もうすぐ終わりだから。もうすぐ何か来るのかなみたいな。怖い。いや、そんな力持ってないよ。今日はお呼びしてますとかじゃないから。さあ、それでは続いてまいりましょう。次は誰ですか。はい。私。キャラちゃん。お、行こう、はい。あんま近づけないでね、ライトね。はい、そうそうそう。はい、それではキャラちゃんのゾッとする話まいりましょう。朝8時に起きようという目標を立てて、え以上私のとっておきのゾッとする怖い話でした。ちょっとスタッフさん、誰か一つでも話与えてあげてよ。大変なのよ彼女も。自分なりに考えたんだけどさ、なんか一個ぐらい誰かのあげてればよかったな。これは聞いた話なんですけども、いいからさ、企画がさ、ほらね、こうなっちゃうよね。ごめんねキアラちゃん、ね、起きれないんだキアラちゃんは。本当に寝起きが悪くて、私生活圧なのかな。いや違うんです。でも私は血圧高いの？分かんないです。分かんないか。血圧ってのは分かるか？はい、聞いたことあります。聞いたことある程度か。でも3年生くらいまではちゃんと起きれてたのに、うん、4年生くらいから本当に目覚ましがだん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 聞こえづらくなって、うん、今では全く聞こえなくなってしまった。そうか、じゃあみんなで考えようか。どうすればいいかね、いろいろね。目覚めし聞こえなかったら、これ電話で起こしたくても起きられないからさ。そうなんです。ちょっと考えなきゃいけないね。部屋をキンキンに冷やしておけば、じゃあ裸で寝て。あ、そうなんです。なんか冷やしてると起きれるんです。そうなの？もう採用してたんだ。え、だけど寒くて起きるんじゃない？え、でも、まあ、時間帯は遅いんですけど、寒さにも気づかないのか、うん、それでも起きるのも遅いんですけど、うん、でも寒さで起きることもたまにあります。何時に寝んのよ？いや、夕方4時ぐらい寝よう。もうじゃあこれからゲームずっとやってるから。昨日何時に寝たの？あ、昨日は2時に寝ました。遅いよ。何してんの2時まで？いや基本、だってなんか普通になんか昨日本当にチーンってなってて、だけどお風呂入るのもなんか遅くて、うん、そしてあーってしてたらいつの間にか2時で、何にも分かんない今の話。とりあえずぼーっとしていたら2時になってて、あ、寝ないとって思って寝てます。あ、そうなんだ。でも私キアラちゃんのその寝言エピソードがあるんですよ。ねえ、言わないで。なんかじゃあそれは言わないね。なんかあの私の家にあの朝が早い日に泊まることがあるんですけど、なんかもうよ、なんか 夜にお風呂入んないから朝に入るんですよ、うんうん、え、汚っ。それでなんかでも起きないから起こして、なんかキアラちゃん起きないと、もうお風呂入んないと絶対もうダメだよって言って起こしたら、うん、なんかこれが終わったらって言うんですよ。なんかこれが終わったら入る。
で、ヒアルちゃんにこれって何って言ったら、私もこれがないかわかんないけど、これが終わったら入るって言ってて、本当にそれでもこの子はもうダメだと思って寝てる人に話しかけたら、なんか話がかえ繋がっちゃったら死んじゃうとか、なんか昔そんなのなかったっけ。なんかそういうのあったよ。あったよね。なんか私いつもお母さんに、うん、もうなんか妹に起こしに行っても全然もういいからとかしか言われないけど、私にすごい起こしに行くとすごい寝言が激しいって言われて、うん、もうこれが終わったらばっかり言ってるらしくて、なんか追われてる、なんかやってんのかな、夢の中で。わかんないですけど、いつも見る夢とかってないの？いつも絶対終わったらって言うらしいんです。あ、そう。怖い。話しかけちゃいけないって言うけどね、なんかね、起こす分にはいいけどさ、なんか怖い、ね、一回さ、なんか俺も山崎とさ、はい、ネタ作ってる時にさ、深夜、はい、事務所で作ったんで寝ちゃったんだ山崎が、はい、でなんかペチャ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 言ってて、どうしたのかなと思って、はい、でもイライラしてたから、話しかけて会話できたら死ぬって言うからさ、ワンチャンあるかなと思って、はい、やばいやばい。で話しかけたの、おいっつって、したら、うーん、なになに、もうでもみかんもう食べれないんだよね。かわいいみかん食べてたらしいんだけど、これチャンスだと思ってさ、じゃあメロンはって言ったんだよ、はい、したらいいかもしんないって、グーグー寝てましたよその後。大変ですよ。かわいい、かわいいね。さあじゃあ最後村話、はい、いける？散々ふざけてたからね。あ、でも私もガチです。ガチです。本当に？はい、よし、じゃあふざけたのなしよ。はい、はい、じゃあそれではモロハシのゾッとする話どうぞ。では私のとっておきのゾッとする話をこれからお話しします。私は小学生ぐらいの時に子役をやっていたんですけども、うん、その時の母の話です。ちょっと顔怖すぎない？お前顔怖すぎない？ちょっと一回隠してください。ちょっと一回隠しよう。いいとこだったのに。ちょっと一回隠しよう。ちょっと一回心整えたいのよ。お前だけちょっとライトの当て方うますぎて、ちょっと怖すぎちゃって。ちょっとごめんね。一回もう一回初めからちゃんとやろう。わかりました、うん、尺もたっぷりあるからちょっと大丈夫。わかりました、はい、ごめんなさい、申し訳ありません。私笑っちゃって申し訳ない、はい、さあそれではこの話のゾッとする話です、はい、どうぞ。では、私の母が本当に体験したお話をお話します私はその子役を、小学生の時にやっていて、うん、でそれで、まあ、ある山梨 の、 あの洋風の洋館を一軒丸ごと貸し切って、うん、その日は撮影だったんですけども、で私とかキャストさんがどんどん撮影をしているうちに、私は小学生だったのでその時お母さんに付き添ってもらっていたんですけど、うん、お母さんが控え室にいた時にトイレに行きたくなって、お手洗いに行きたくなって、でそれで、まあ、お手洗いに向かっていったその近くの扉がとても気になって、うん、こうどうしてもすごく開けたい衝動になってしまって、まあ、本当はいけないんですけども、開けてしまったんですね、うん、そしたらその部屋はあのたくさんの本が並んでいたりとか、ソファーがあったりテーブルがあった部屋なんですけど、そこであの軍服を着た男の人がずっとこちらを見て、母をずっと見ているんですけど、えそれで、まあ、母は結構ちょっと天然なところもあって、うん、キャストさんだと思って、あ、申し訳ありません、ちょっと入ってしまいましたって言ってパタンと扉を閉めて、うん、まあ、その映画の撮影も終わったんですけど、うんうん、で数ヶ月後打ち上げがあって、うん、で監督さんに母が、そういえば軍人さんが出るシーンってありましたっけっていう話をしたんですね、うん、したらそこにいたキャストさんが全員ええってなって、うん、監督さんも軍人が出てるシーンは一つもないよって言ったんですね、うん、で台本を見返しても軍人さんが出るシーンは一つもないんですよ、うん、あの軍人さんは一体誰だったのでしょうか。これが私の母が体験したゾッとする話でした。ゴチジモン、ガチです。あ
なんかもしかしたらそこがもね昔の戦地でとか、はい、もしかしたらその洋館でね、でも位が高い軍服を着た方だったらしくて、で結構やっぱ昔の人ってこう顔が怖いって言ったらあれですけど、こうしっかりしてるじゃないですか。でじっと母を見てたんですよ。へえ、はい、母を見てる軍人さんを見てたってこと？母ともうバッチリ目があったっていうか、もう母のことをじっとこう睨みつけてる、うん、自分はそれを見てたんでしょ？私は見てない、私は撮影をしていたので、あ、後からそれを聞いて監督さんも、そういうことね、いや見てるんだと思ったら母をぐっと見てるっていうから、はお母さんがいて軍人さんがいて、僕はガッと見てるのをこうやって見てたのかと思ったら、そういうことじゃなくてね、はい、あで、お母さんがそれ見られた、まあ、後から聞いたらその歯結構霊感強くて、うん、だから結構そういうのもあったのかなっていう、あるんじゃない、でも古い洋館だったので、遺伝とかって言うじゃんそういうのも、で私はやーた、ほんとーごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、なんで閉めたのかなって思ったんですよ今。いやもうないんだもん、だって終わりだから、いや落ちちゃっただけだっつ、落ちちゃっただけだって、これ携帯があるからここに。さあということでございましてね、皆さんいかがだったでしょうか、怖い話。あ、あれ何、高松話してないの？高松話してないよ。そうなんですよ。なんで、あのアンケートが来た時に、ね、やだ、球技落としましたよね今。してないよ。しましたよね。してないって。絶対しましたよ。ちょっと待って、俺だって怖いよ。そんなこと言わせて俺だって怖い。この後ろでしましたよギーって今。してないって、何にも誰もいないもん。いません、ちょっとしてないから。なになに、高松ごめんね。アンケートが来た時に、あのねちょっとさやめて。アンケートが来た時に、私本当に怖い話が、うん、あのガチで苦手で、うんうん、本当にあった怖い話とか、うん、世にも奇妙な物語とか、うん、一回も見たことがないし、うん、私が嫌いって家族が認知してくれてるので、うん、絶対つけないようにしてくれてるんですよ。あ、その番組が始まっちゃったらね、はい、うん、でそれでなんかよくみんなが悪ノリでなんか怖い話しようよみたいなのも避けて生きてきたし、うん、怖い話聞くぐらいだったらもう亡くなっちゃった方が究極すぎる。マシな、生き抜け、生き抜け、マシなんですよ、うん、でそれくらい嫌だったので、うん、あの今日お話 しなかったんですけど、なんか あるっちゃあるけど、うん、でもあのため口聞いたんだもんだけどなんか今日みんなの話が怖かったんですけど、うん、なんかちょっと理解できなくて、なんか内容が難しくてちゃんと聞いてなかったのね怖くてそうだからなんか大丈夫でした。簡単に話せないの、なんかこんなの見たんですっつって。え、いいんですか、こんな時にこんなの見たんだよ。でもやばいですよ。いいよ、私見えたんですよ。え、うん、どこで。年長さん。じゃ電気消えただけじゃん。ねえ、ふんわりがすごいさ、オーバーリアクションだから怖い。電気消えただけじゃん。いや電気は何回も聞いてたよ。ほらもう時間ないんだから。消えるって言ってください。え、いいんですか。うん、え、あのえ、やだーやだー。それがあの私のゾッとした話です。ニョロニョロでよかった。よかったね、ニョロニョロでね。2匹あたりからおかしな話になってたなと。すいません。さあということでございまして、今回はですね、まあお盆ということで肝を冷やす企画やらせていただきましたね。皆さんちょうど今回はイレギュラーでございましたけども、またたまにシーズンによってはこんな企画もありますんでね、皆さんまたその時はぜひ楽しいトークしていただきたい。